キューバートイチハンフリーメトロドームはアメリカ合衆国のミネソタ州ミネアポリスにかつて存在した野球やアメフトなどに使用される多目的ドーム通称メトロドームトリプル H メトロドームとも称される2009年10月5日にアメリカ最大のショッピングモールのモールオブアメリカが3年契約で取得2012年2月29日まではモールオブ アメリカフィールドアットザ、ヒューバート・イイチ・ハンフリーメトロドームの名称であった。NFL ミネソタ・バイキングス、NCAA ・ミネソタ・ゴールデン・オファーズの野球チーム、NBA ・ミネソタ・ティンバー・ウルブズ、MLB ・ミネソタ・ツインズがここを本拠地としていた。日本では空気圧で膨らませる屋根が東京ドームのモデルになったことで知られている。ツインズとバイキングスの本拠地だった。 メトロポリタンスタジアムの老朽化とミネソタ州の夏は涼しく冬は寒い気候およびそれに橋を発する観客源への対策として建設された。球場に名を冠するヒューバートイチ・ハンフリートはサウスダコタ州出身の元副大統領でミネアポリス市長を務めた経験もある人物である。通常のアメフト野球共用スタジアムでは サイドラインとセンターラインを平行にするが、東ドームでは、サイドラインと三塁ファウルラインを平行にしている。スタンドはアメフトを優先しており、船体は長方形で、設計されている。野球時には右翼にある部分の座席が収納される。そのため、右翼スタンドはかなり高い場所にあり、右翼側のフィールドは左翼側のフィールドよりやや狭い。その狭い部分を補うため、 右翼フェンスは7メートルに設定されている。老朽化に伴い、まず MLB ツインズが2009年シーズンをもって、使用を終了。2010年シーズンからは新本拠地、ターゲットフィールドに移転した。NFL バイキングスも2013シーズンが最終年となり、その後2014年1月にメトロドームは解体された。解体後には、同じ敷地内に、 バイキングスの新本拠地 US バンクスタジアムを建設し2016年7月1日に開場する。この球場の屋根はテフロン加工されたガラス繊維でできた340トンの屋根を空気圧で押し上げる方式を採用している。この方式が採用されるのは他の方式に比べ後期、費用とも約3分の1で済ませられるからである。 1981年11月19日や1982年12月30日、多量の雪が屋根の上に積もったため、屋根が破損し絞しんでしまった。この時は、まだシーズンオフだったが、1983年4月14日にも同じ事故が発生し、予定されていた野球の試合が中止になってしまった。また、1986年4月26日には、 強風で屋根が破損し、試合が一時中断している。2010年12月12日には、猛吹雪で屋根の一部が崩壊、NFL のバイキングスのホームゲーム2試合が場所を変更して開催された。内部の空気が乾燥するため打球の飛距離が伸びる傾向があると言われ、ファンからザ・ホーマードームと呼ばれるが、本塁打のパークファクターは0.836と1を 下回っており、実は、本塁打の出にくい球場である。本塁打だ,だけでなく、アンダー、二塁打、得点のパークファクターも一応切っており、人々のイメージとは、正反対の投手有利な傾向の球場である。打球が、天井に当たることがしばしば起こっており、本塁打製の打球が、天井に当たり、落下したボールを、内野手が補給したため、内野フライでアウトということもあった。 観客動員が低迷したこともあり、MLB 試合時では、外野2階席にカバーがかけられていた。また、1980年代中頃から1990年代中頃まで、ホームチームの攻撃時に有利になるように空調を操作していたと、元球場職員が語ったとされる記事が、アメリカのあるタブロイド紙で報道され、大問題になったこともある。ありがとうございます。